今日転校してきた子、私たちと気が合いそうね。そうかもな。しかしちょっと変人っぽいね。見ろよ、噂をすれば。つかのくん。僕は柴山、彼女は細谷君。君と同じクラスだ。新しい学校はどう？気に入ったよ。学校だけでなく町全体もね。なんとなく不思議な体験ができそうな気がする。そうかな。私なんかずっとこの町に住んでるけど、これといって面白いところなんてないわよ。そうだよな。俺たちにとってはむしろ退屈さ。ところで僕らは不思議大好き人間が集まってグループを作ってるんだ。超自然同好会って言うんだけどね。君もよかったら仲間にならないか？退屈はさせないわよ。本当？ぜひ仲間に入れておくれ。そういうの大好きなんだ。よし、決まった。塚野くん、びっくりしないでよ。彼超能力者なの。テレビ番組も決まってるのよ。いや、超能力者だなんてそんな一人前なものじゃないよ。すごいな、感動的だ。ぜひ見せておくれよ。じゃあ今日の放課後、君の歓迎会をやろう。その時に見せるよ。転校していきなりすごい体験ができそうだ。どうしたんだい？これを見てよ、この奇妙な花を。目玉。いつの間にこんなものが生えたんだ。気持ち悪い。すごいな、この街。楽しみだな。ラン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 。我が超自然同好会の新しい仲間を紹介しよう。塚野くんだ。よろしく。よろしく。いや、しかし驚いたな。この超自然的植物、一つ解剖してみたんだが、まさに眼球そのものだ。どうしたの？何か見えるの？ああ、浮かばれない霊の姿が見える。武士の霊だ。自爆霊が植物に乗り移ってあの場所に群生していたのだ。へえ、君は霊視ができるんだね。いや、それほどでも。ブラボー。どう、塚野くん、すごいでしょ。おお、すごいな。ねえ柴山くん、僕にもやらせてよ。え、できるの？わからないけど、やってみたくなるじゃない？そうだね。やってみなきゃわからないね。いいかい、塚野君。頭の中に折れたスプーンを思い浮かべるんだ。それだけを一心に考えるんだ。折れろ。折れろ。塚野君、すごいじゃない。あなたにも超能力があったのね。冗談冗談。ごめんよ、冗談なんだ。あらかじめスプーンの首のところをこうやるとだんだん脆くなって今にも折れそうになる。そして。え、全然わからなかった。ほんと、柴山くんの時と変わらなかったよ。
何度も練習すればできるさ。マジシャンと同じことをやってるんだよ。へえ。言っとくけど、俺はちゃんと念力でやってるんだからな。誤解のないように。そりゃもちろんだよ。僕は君みたいな能力がないからインチキしただけのことなんだから。そうよ、誰も誤解なんてしてないわよ。そうよね。珍しいね。うん、細谷君が一人でいるなんて。あら、北川君。柴山はどうしたんだい？教室で精神統一してる。精神統一？あまり人と話したくないみたい。へえ、柴山らしいな。あの転校生のせいで動揺してたりして。え、どういうこと？昨日のマジックさ、ものの見事に柴山と同じことやっちゃったしな。でも中身は全然別だわ。ま、そうだといいけどね。北川くん、まさか柴山くんを疑ってるんじゃないでしょうね。いやいや、誤解だよ。いや、細谷くんに北川くん、こんなところにいたんだね。柴山くんに話そうとしたけど反応してくれないから細谷くんを探してたんだ。今朝朝の散歩をしてて見つけたんだけど、この町にはすごい滝があるんだね。滝？ほら、学校の裏道を少し北に行ったところに滝があるじゃないか。滝なんてあったかしら。さあ。え？知らないの？じゃあ今日学校が終わったらみんなで行ってみようよ。本当に滝なんてあるの？この道、学校のマラソンコースだけど滝なんて気づかなかったわ。すごい滝だよ。気づかないなんておかしいな。ほら、耳を澄ましてごらんよ。本当、滝の音がする。信じられない。どうして今までこの滝に気づかなかったんだろう。超自然、まさに超自然的気分だ。よかった柴山くん、やっと喋ったね。もう喋らないのかと思った。柴山くん、僕も心配してたよ。しかしテレビ出演するからにはそれくらいの真剣さが必要なんだろうね。いや、そういうわけじゃないが、実を言うと悩んでるんだ。悩んでる？どうして？今時スプーン曲げくらいで視聴者が驚くだろうかってね。今みんなが目が肥えてる。どうせならもっと違うことをやらなきゃと思ったんだ。柴山くん、この滝不思議だよ。え？実は僕、今朝あの岩場で滝に打たれてみたんだ。あそこまで行くのはちょっと危なかったけどね。そしたら何が起こったと思う？何が起こったの？見てて。塚野くん、これはどういうことなんだ？多分滝の効力だと思うんだ。この滝に打たれると未知なる力が身につくのではないだろうか。まさか。皆さん、今日は皆さんに伺いたいことがあります。すでに知ってる人もいると思いますが、このクラスの柴山君が一昨日から行方がわからないのです。心当たりがある人がいたら先生に教えてください。柴山君、どこに行っちゃったのかしら。なんか最近変なことばかりね。眼球のような植物の発生、突然現れた滝、挙句の果てに柴山君の失踪。ねえ北川君、あなたの霊能力で柴山君の居場所わからないの？うん、実はあまり良くないものを感じるんだ。この方角から彼の霊波を感じるんだ。はっきり言おう、芝山はあの滝壺の中だ。滝壺の中？ねえ北川君、本当なの？僕の霊視に間違いなければ彼は水中に没している。じゃあ早く助け出さなきゃ。もう遅い、手遅れだ。彼はすでにこの場所で自爆霊になっている。遺体も水の底で、おそらく引き上げるのは無理だと思う。柴山くん、彼は自分の超能力について悩んでいたよな。そのプレッシャーから逃れるために自ら身を投げたのではないだろうか。あそこに彼の霊がはっきり見える。北川くん、それは違うな。なんだって？柴山くんは自殺じゃない。じゃあ一体何だと言うんだ？柴山くんは滝に打たれようとしたんだよ。彼はこの不思議な滝に打たれて未知の力を引き出そうとしたんだ。そして転落した。
柴山君。私、この先もっと怖いことが起こるような気がする。おーい、みんな大変だ。どうしたの、塚野くん。大変なんだよ。散歩しててすごいものを見てしまったんだ。ちょっと一緒に来てよ。今度は何なの。1キロほど先に神秘的な湖があるだろう。そこで見てしまったんだよ。湖。ほら、ここだよ。こんなバカな。ここは新興住宅地だったはずよ。たくさんの家は、住んでいた人たちはどこへ行ってしまったの。いやー、すごかったな。ねえ、君たち、さっき僕がここで見たものは何だと思う。塚野くん、やめて。柴山くんが死んだかもしれないのよ。あなたの見つけてきた滝で、彼が滝で撃たれようとしたのだって、元といえばあなたが。ちょっと待ってよ。彼が死んだのがまるで僕のせいみたいな言い方だね。まだ死んだとは決まってないわ。落ち着けよ、細谷くん。そうだね、確かに彼は死んだとは決まってないね。塚野くん、何がおかしいの。だいたい君たち、なんだい、さっきからおじけづいちゃってさ。君たち超自然同好会のメンバーだろ。このところの出来事は君たちにとって胸躍る素晴らしい体験のはずだ。どうしてこの機会を思いっきり楽しもうとしないんだ。そりゃもちろん危険が伴うさ、当たり前じゃないか。しかし危険を恐れるんだったら超自然の探求なんかやめちゃえよ。おお、見たまえ。あれだよ、さっきあれを見たんだ。古代から生きている巨大生物。やっぱり恐竜は現代にもいたのだ。この町に異変が起こり始めているのは、あの人が転校してきてからよ。おかしくなりだしたのは。そうだよ、あの塚野亮、彼が転校してきた途端に妙なことが起こり始めたわ。これまでのことは全て塚野亮の仕業。誰だろう、こんな夜中に。おい、舞、開けてくれ。俺だ、柴山だよ。開けてくれよ。柴山くん、生きてたんだわ。待ってて、今開けるから。柴山くん。マイ、俺だよ。柴山くんの声よ。あれが柴山くんだというの。あれじゃまるで水死体じゃないの。マイ、マイ。いや、君たち、塾から帰ったら俺の家がなくて、代わりにこんなものが突っ立ってたんだ。参ったよ。いや、君たちも来たのか。さすが超自然同好会のメンバーだね。見たまえ、この壮大な遺跡を。北川くん、聞いて。彼よ、彼の仕業なのよ。塚野くんがこの街を怪奇ワールドに作り変えてるのよ。僕がこの街を怪奇ワールドに変えているって、変な言いがかりはやめてくれよ。僕はただ不思議を求めて散歩してるだけなんだ。僕がどうやってこんなものを作ったというんだい。柴山くん、ずいぶん膨れ上がって蘇ってきたね。なんだって柴山、お前柴山なのか。あ、すごい。君はあの滝壺に長く使っていたおかげで、水死体となったにもかかわらず強力な未知の力を得たのだね。貴様などに負けてたまるか。今度こそ死ね、柴山。
知ってるよ君、滝に撃たれたんだろ。見てたんだ僕、あの時の一部始終を。夜中に滝に撃たれようとやってきた芝山くんを背後から突き落とし、その後自分だけ滝に撃たれている君よね。なんだ知ってたのか。俺の霊能なんてのはインチキだったが、今度のは本物だぜ。スカノ君、俺は君の作り出した怪奇ワールドが気に入ったぜ。これからどんどんこの街を楽しくしようじゃないか、お互いにさ。ごめんよ北川君、君の期待には添えないよ。残念だけど。翌日、あの転校生は再び転校していき、町は元の姿に戻った。しかし芝山くんだけは生き返らず、北川くんも後から行方をくらました。噂によると塚の寮を探して回っているということだ。それにしてもあの転校生は次の転校先でも奇妙な発見をしているのだろうか。兄さん、早く埋めてあげなきゃ。ユキちゃんが天国に行けないよ。ユキ！貴様何しに来た？ユキさんに花束を。抜け抜けと！貴様さえ現れなければ、ユキが死ぬことはなかった！お父さんが僕たちの結婚に反対さえしなければ。お父さんと呼ぶな！帰れ！僕はユキさんを愛してたんだ。己いたち野郎、待ってろ。ユキ、僕だ。何も死ぬことはなかったんだ。このカカシが見えないか。イタチは寄りつくなということだ。失礼します。ユキ、これはユキだ。ユキ、わかるか、父さんだ。返事をしてくれ。確かに、これは沼田さんの娘だ。うまく作ってある。皆さん、これはカカシに娘の魂が乗り移ったのです。ほら、まるで生きているようでしょう。しかし、いくら話しかけても返事をしてくれません。それに、この間家へ連れて帰ったら、たちまち元のカカシに戻ってしまいました。それで、生前好きだった服を着せてここに立ててあるのです。よく似合ってるよ。やめろと言ってるんだ。墓にカカシを建てるなんて異常だと思わないのか。カカシが茂るになるから建てるんじゃないの。カカシでもいいから会いたいのよ。薄気味悪いとは思わないか。カカシが死んだ人間そっくりになるなんて。あなたは茂るが死んでも悲しくないの。君が悪いだなんて、どうしてそんなに反対するの。何か建てさせたくない理由でもあるの。わかったよ、そんなに言うなら立てよう。ユキ、君のお父さんが何と言おうと。本当？本当さ、もう君を離さない。
あんなでも。夢か。なぜこんなところで俺は眠っていたんだ。昼間確かにここへ来たが、家に帰ったはずなのに。表情をしているの？俺に聞いたって知るもんか。だからこんなことをやめろって言ったんだ。あなたの方を見てるわ。気のせいさ。こんな君の悪いものを引っこ抜いてやる。あなたやめて。どいてろ。あなたがシゲルを殺したのね。Oh, yeah, no, 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 no